皆さんこんにちは、創作折り紙作家のダーちゃんです。今回は発表があって動画をアップさせていただきました。はい、なんと今回はですね、じゃじゃーんっていうことで、今回この和歌山県南紀白浜にあるアドベンチャーワールドという関西では有名なこういう動物とか、まあ水のね、生き物とかがたくさんね、鳥とかもたくさんいるんですけど、そう大きな施設なんですけど、そちらで販売されます。こちら、親子で楽しむ立体パンダ折り紙というものが発売されます。ということで、こちらですね、アドベンチャーワールドのこのジャイアントパンダが今回出されるんですけど、パンダがね、日本で一番たくさんいるところなんですよね。で、それをちょっと、こちら、ダーちゃんが監修した折り紙として発売されることになりました。で、日にちはちょっと4月の22日から24日の間に店頭に置かれるという話を聞いたんですけど、ちょっとまだはっきりと分かってないんですけど、店頭には並ぶそうです。でですね、そちらの方でちょっとお買い上げね、足を運んでいただいた方はお買い上げいただきたいと思います。で、こちらのパンダの作り方は、ここの中にある QR コードを読んでもらったら、限定で見れる YouTube の作り方動画があるので、そちらを見てください。でですね、裏面をこう見ましたら、はい。こちら、こういう中はこういうね、広げたらこういうものが、お庭みたいなのがあるので、こういう風に飾って楽しんでください。で、2つずつ2種類あって、パンダ2種類作れるんですけど、このね、こういう座ったバージョンと、こちらね、ちょっと四つん這いになっているバージョン、2種類あって2つずつ作れる形になっています。ちなみにこちら、コアプロダクトさんの抗菌折り紙さんが印刷担当になってます。はい。で、販売されるのはアドベンチャーワールドです。でですね、こちらちょっとね、アドベンチャーワールドのオンラインショップでの販売になるので、ちょっと送料もかかっちゃいますけど、ちょっとね、詳しくはまだ分かってなくって、オンラインショップの発売日もちょっと今登録などがあって、すぐとはなんか発売されないらしいので、オンラインショップの方は発売開始されましたらまた追って後ほどまた報告させていただきたいと思います。はい。ということでね、よかったらね、これ親子で楽しむなので、ちょっと難しいところは親御さんに作ってもね、作ってもらったり切ったりしてもらって、一緒に作って楽しんでもらえたら私としては嬉しいです。はい。こちらね、抗菌折り紙なので、まあ環境に優しいというかね、菌がこの書いてますよね、抗菌剤印刷ニスをコーティングしているので、細菌を繁殖を抑制することができるという素晴らしい折り紙になってます。はい。よかったらお買い上げください。はい。ではね、またね、オンラインショップの方が決まりましたら、またYouTube 動画を上げたいと思いますので、よかったらよろしくお願いします。ちなみに、アドベンチャーワールドの公式ページやオンラインショップのページ、抗菌折り紙のコアプロダクトさんのページのウェブサイトのアドレスは概要欄に貼ってますので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。